なれ。いいえ、しっかり思いを込めましょう。あなたの思いが届きますように。チョコを求めたのかわからないのかしら。私にはわかるのよ、マスター。でも私は教えてあげないわ。おや、なら僕が口にしようか。ああ、もう自分勝手な人ね。彼にとってチョコレートは未知の匂いだったんだよ。カカオも砂糖も彼には馴染みの薄いものだ。このカルデアが彼にとって未知であるように、チョコレートは彼の過去に関係のないもの。肉はダメだ。かつての過去を思い出す。土もダメだ。かつての過去が思い出せない。でもチョコレートは違う。その甘い香りは彼に何も思い出させない。だからきっとそれが心地いいんじゃないかな。彼だって馴染もうとしているのかもだよ。君を乗せて失踪したのはお礼のつもりなのさ。そうだね、君であればまた走ってくれるだろう。